ポラベアをご覧の皆様、アローハー、いかがお過ごしですか。どうもどうも。いやー、いよいよ、うん、あの土浜で近づいてきました、はい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 、本当に直前っていう感じなんですけど、来週ですね。そうですね、うん、で前回は、前半の日程、うん、カイルワの旅の、ま、C の妄想ということで、そうです、はい、あのお届けしたんですけれども、はい、今日はいよいよ後半、うん、ワイキキ編ですね、はい、こちらについて、あの今回はですね、うん、妄想という、まあ、妄想はいっぱいしたんですけど、うん、あの毎日の日程をがっちり決め込んじゃうと、うん、ちょっとこう未定の予定というものも入っていたりするので、はいはい、これちょっとなかなか難しいなということで、そうね、私たちの2019年9月の旅の時にやってみた、うん、いわゆるミッションですね、うん、ハワイで我々がやりたいミッション、そう、特にワイキキ周辺でと、うん、いうことで、このミッションをとりあえずザーッとこれからブワーッと出していきたいと思います、ね、厳選に厳選を重ねた重要なものを、うん、そうですね、で優先順位高めで順番にご紹介していきたいと思います、はいはい、で皆さんが知っているお店の名前とかも、うん、あの結構出てくると思いますし、うん、今まで私たちがお伝えしてきたハワイミニガイドブックでご紹介したお店なんかもちょこちょこ名前が出てきますので、うん、ぜひ最後までお付き合いください。さてでは早速ミッションを発表していきたいと思います、うん、はい、これ一つの画面に全部出るかな、出しましょう、出しましょうか、うん、それではドーン、はい、うん、全部でとりあえず15個、はいはい、で、うん、前回の2019年の旅ではいくつだったっけ、うん、13かな、13個とかだったかな、うん、で一つできなかったのかな、そうです、うん、ですね、で今回は前回より1泊多いっていうことで、うん、まあ、一応15個出してみました、うん、でこれがね全部できるかどうかも正直わからないし、うん、無理だろうなっていうところも、うん、すぐクリアできるものも入ってるけど、うん、入ってますし、うん、でその他時点としていくつかあの行きたいところもありますので、それはまた最後にご紹介したいと思います、うん、はい、でまずはもうざーっとご紹介していきますと、うん、1番レナーズのマラサダ採寸&パイプラインのマラサダと食べ比べ、うん、ということで、もうこれは長年のミッション、はいはい、はい、ついに叶う、はい、であの城山八さんっていう、はい、あの視聴者の方名前出していいということだったので、うん、はいはい、あのノギスファンの方ですね、はい、あのこのノギスで私たちが横浜のレナーズでマラサダを採寸して、うん、ハワイの本場のレナーズと比べたいということで測ってきたんですけど、うん、あのノギスファンの方もいらっしゃるということで、うん、しっかり今回もねちゃんとしたノギスを持って測りたいと思っています、はいはい、熱々のねマラサダを、うん、そうそう熱々のやつをね、うん、で貝向地区にあるパイプラインっていうお店、うん、そこのマラサダがとにかくものすごい美味しいということで評判高いんですよね、はいはい、うん、レナーズとどんな風に味が違うのか、うん、まあまあ、まあ、距離としては方向としてもこう遠くはないんですよね、そうね、うん、なんとかチャリで行けそう、ビキがあればなとかって、うん、なのでここをレンチャンで回りたいなっていうところがあって、うん、まあ、これはもう井の一番のミッションにしました、はい、で2番ホノルルクッキーで25周年記念グッズを探したいと、でこれは日本で買えないんでしょうかって何度か問い合わせしたんですけど、ね、多分現時点でまだ無理だと思うんですよね、日本への発送が一時期止まっちゃってて、コロナの影響もあって、で、まあ、現地でまだ売ってるなら買いたいなということと、記念品贈呈って何ぞやということなんですけど、うん、C が私たちが行けない間にね、うん、まあ、ホノルルクッキーをかたどった、まあ、ネックレスだったりとか、はいはい、あとはオブジェ、あの置物を作ったりしてたので、うん、これをちょっと持ってぜひプレゼントしに行きたいなって思っていて、ね、うん、あの私たちのホノルルクッキー愛を伝えたいということで、うん、まあ、ちょっと叶えばね、はい、それもやってみたいなと思って書き出してみました、うん、で3番ローソンで思い出のカメハメハベーカリーのマラサダを探す、うん、あれは私たちがお父さんお母さんを連れて行ったツアーで初めて参加した2015年のハワイ旅の時にガイドさんがみんなに配ってくれた、そうね、バスの中でみんなに配ってたっていう、薄い紫のね、はいはい、でそれが多分場所的にカメハメハベーカリーだったんじゃないかと、うん、で実はこれと同じマラサダがローソン、カナカウア通りのローソンと、もう一つシェラトンワイキキの中の方かな、うんうん、あっちの方にあるローソン両方にあるっていう情報がね、うん、あったので、これをちょっととにかく探してみようということで、うん、これも3番目に入れました、うん、4番ポケ丼の食べ比べ、はい、でこれはハワイミニガイドブックでもお伝えしたマグロブラザーズ、そうですね、うん、で、うんうんうん、あとねサトシフードもちょっと気になってはいるんですけど、うん、まあ、ポケいっぱいあちこちにあるので、はいはい、まあ、いろいろ食べ比べてみたいなというところで、うん、まあ、カイルアでもね、うん、あのフードランドで、うん、あの懐かしい
しいココ昆布の味がっていう話があったんで、 そっちでも食べますが、うん、食べますね、うん、なので、まあ、とりあえずマグロブラザーズには絶対行きたい、うんうんうん、余力があれば佐藤シーフードとかも回りたいということで入れてみました、うんうん、はい、5番ワイキキビーチ沿いにできた新しいカフェでゆったり、はいはい、これ海を見ながらね、うんうんうん、で前に私たちがマックで、うん、そうそうそう、あの購入して、うん、でそれを、テイクアウトして食べた場所が、うん、コロナの間にね一回閉鎖されちゃったんだよね。そうなんだよね、うん、で当時はあの地元の人たち、あのおじちゃんたち、うん、がチェスをやったりとかして、うん、そう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 、ね、日本でいう囲碁みたいな状態だったんだよねあの憩いの場だったんですけど、うん、そうそうそう、でそこが新しく海コーヒーっていうところがやっている、うん、ワイキキビーチクイーンズアーバーっていうカフェになったんですよね、うんうん、でもう一つデューク・カハナ木造方面、もうちょっと行ったあたりなのかな、うん、ワイキキグラスシャックビストロっていうのもできてるみたいなので、はいはい、ちょっとこのあたり回れれば2つ、うん、そうね、うん、どちらか1つは必ず行きたいな、まあ、うん、どうせ散歩するし、うん、そうだねここはちょっとチェックしてみたいなと、うん、6番目サウスキングストリートエリアを散策、うん、これはもうシーツマがね、これ力を入れて調べたんですよね。でコクアマーケットに行きたい、うん、でダウントゥーアースも行きたい、はい、でここダウントゥーアースでね、あの、うん、店長のジョンさんに会えたらいいなっていう、うん、あとレインツリーベーカリーコーヒーハウスも、はいはい、ぜひこっち方面なのでね、うん、まあ、ちょっとスーパーと距離はあるんですけど、うん、うまく回れたらいいなと思ってます、うん、そして7番買い向きエリア散策、うん、でこれはあの最初の1番にあったパイプラインが、まあ、このエリアにあるので、うん、ね、まあ、一緒に回れたらいいなっていうのがあって、うん、でここもね行きたいお店がいっぱいあるんですよ、うん、であの C が大好きなちょっと古い時計なんかが売ってるお店、はいはい、うん、まだあるのかな、なんか普通にアクセサリーになってるかもしれな い、ね、あとあの有名なカフェのコーヒートークだったりとか、はいはい、もうパイプラインとコーヒートークは目と鼻の先なんですけど、うん、で他にもねものすごく魅力的なお店があって、買い向きエリアに関しては私たちが以前上げた動画、うん、ぜひまたあの気になる方チェックしてほしいんですけど、とにかくたくさんあるんだよね、うん、食い倒れの街ぐらいな勢い、うん、そうね、ちょっと胃袋がいくらあっても足りないっていう、本当足りないって感じで、うん、まあ、とりあえず買い向きエリアちょっと懐かしさもあるので行って散策したいなと、うんうんうん、そして8番パタゴニアへ行く、はい、これは、まあ、特に C の要望が多いですね、はいはい、あの行ったことないんだけど、ね、結構人気の、ね、アパレルショップじゃないですか、うんうん、でパタロハっていうその、ね、うん、アロハっていうロゴをつけた、うんうん、あのブランド名の、ね、うん、T シャツとかいろいろグッズあると思うの で、うん、そう、内装も、ね、綺麗なんだよね、そあそこ、そう、なので、まあ、内装を含めてちょっと雰囲気を楽しみに行ってみたいなと思っています、はいはい、うん、9番カカアコ地区ソルトに行く、うん、ここねちょっと足を伸ばさないといけないっていうこともあって、どういうふうに組み込もうかなっていうのはまだちょっと試案中なんですけど、うん、まあ、ちょっとソルトには一度行ってみておきたいなと、うんうん、そうだよね、うん、で実はパタゴニアと方向としては近いんだよね、うん、はいはい、なんとなく、うん、なのでこのあたりもちょっとうまく、まあ、回れたらぜひ行ってみたいなって思ってます ね、ビキステーションとかチェックしないと、うんうん、で10番エコタウンでチェックする、うん、でこれはやっぱり C の要望ということで、はいはいはい、これって日本にあるブックオフとか、ハードオフとか、それのハワイ版っていう感じなんですね、なんですよ、どんなものが置いてあるのかこのエコタウン、うん、ちょっとあのホームページとか見ると、うん、やっぱり日本のそういう、うんうん、まあ、系列店なので、はいはい、リゲームとかね、中古のいろんな雑貨とかが置いてあるっていう感じなので、うん、ね、現地のものをとにかく見たい、うん、見たいって感じですね、うん、であのロスドレスなどもって書いたんですけど、うんうん、まあ、私も例えばその古着関係だったりとか、うんうん、もしその周辺で何かちょっと面白そうなものがあれば、うん、雑貨関係は見てみたいなってちょっと思ってます ね、 ね、うんうん、11番夕方のベアフットビーチカフェでライブディナー、これ、これはねぜひやっときたいんですよね、行ってみたいよね、これもあのハワイミニガイドブックでお伝えしたんですけど、うん、私たちは朝はね体験してるんですけど、うん、毎晩やってるっていう、うん、5時半だったかな、うん、からだったかな、ね、なので、まあ、どのライブに当たるかちょっとわからないですけど、うん、とりあえず夕方足を伸ばしたいなと、はいはい、金曜日だと実はヒルトンのね花火も一緒に見れたり、うん、ね、土曜日も含めてちょっと面白いあの食事の提供の仕方、うん、だバーベキューっていうのかな、うん、ちょっとピクニックみたいなできる、うん、なんかそういうのもあるんですけど、うん、私たちちょっと曜日がねそこにねいないんですよ、カイルアにいるんですよ、ね、そうなので、まあ、とりあえずライブだけは体験したいなっていうことで入れてみました、はいはい、うん、
で12番アイホップへ行く、はい、これをねミニガイドブック、うん、あの一発目だったかな食べ物屋さんのは、うん、やったんですけど、ちょっとアイホップはぜひ行ってみたいなと思ってます ね朝食とかでね、うん、で13番どこかでステーキを食べる、うんうん、これはねステーキ屋さんまだ迷ってます、はいはい、で皆さんのおすすめもいろいろ聞いているし、うん、自分たちが行きたいところもあるし、うん、まあ、その時のお腹具合とか、うん、どれを食べたいか、どのあたりに自分たちが回れるかっていうのも含めてちょっと悩んでるんですけど、うん、私の中でちょっとすごい気になってるのはハイズステーキハウス、はい、香木で焼く、あの香りのある、まあ、燻製みたいな香りするのかな、で場所としてもね、うん、あの動きやすい場所にはあるんで、うん、ここもありだし、まあ、まだちょっとね正直本当迷ってます、うん、まあ、アロハステーキもいいしね、そう、うん、以前動画でもあのステーキ特集の動画を出しましたから、うん、これぜひあのステーキね部位について詳しく調べてありますのでね、うん、あのぜひ気になる方こちらもチェックしていただきたいんですけど、はいはい、まあ、ステーキをとにかく1回はどっかで食べたいなっていう感じだよね、うん、そして14番同じくどこかで地ビールを飲む、うん、はい、これも候補がいくつかあって、うんうんうん、サウスキングストリートの方にあるロカヒブリューイングだったかな、うんうん、そうだね、なんかあのちょっとフルーティーな不思議な色のビールがあったりとか、これハワイに恋してでも紹介されていて、あともう一つサウスショアマーケット、はい、これはあのワード地区の方にあって、うんうん、私たちの動画にも昔ね行ったことがあるので、ね、入り口付近そうあるんですけど、そこのビールも気になってる、うん、なのでまあちょっと回る順番とか ね他で見つけちゃう可能性もあるし、うん、まあ、ここって固定しないで、うん、とりあえず地ビールどっかいいとこあれば飲んでみたいなっていう感じだね、はいはい、そして15番カピオラニ公園でドローンを飛ばす、うん、これはもう C のミッション、はい、ね、まあ、カイルアではねラニカイビジで飛ばすんですけど、うんうんうん、あの安全も考えて、はい、カピオラニ公園で飛ばして、ね、まあ、ホノルルの絶景をこう撮影したいっていう、ね、いいですね。この15番の間の中にはないんですけど、うんうん、まあ、どっかのタイミングで泳げたりするのかなっていう、それも、ね、まあ、タイミングによるかな、うん、一番はあのカイルアの方でね、うん、ラニカイビーチで、まあ、しっかり泳ぐので、うん、ワイキキの方ではもしかしたら泳がずに、うん、とにかくいろいろ回るっていうことがメインになるかもしれないんですけど、うん、アラモアナビーチの方とか、うん、いわゆるマジックアイランドって言われてる方は私たち全く未開の地、そうなんだよね、そうなの、ここはなんかすごい景色良さそうなんで、うん、まあ、こっちの方にもし、まあ、立ち寄れて泳げる余裕があれば泳いでみたいんですけど、うん、今回ダメだったらもう次回絶対ここには行きたいと思ってるんだよね、うん、さてざーっと15個やってみたいことを出したんですけど、うん、はいはい、時点としてちょっとやってみたいな、行けたらいいなと思ってるのがレインボードライブインをもう一度訪れたいと。そうなんだよ ねこれは C の、 あの要望が一番強いんですけど、まあ、私も懐かしい、うん、本当になんかツアーで忙しく行ったっていうイメージしかなくて、うんうん、ちゃんとじっくり見たい、まあ、食事するかどうかちょっと分かんないけど、まあ、例えば飲み物だけでもあれだし、うん、あとグッズとか店内って売ってんのかなとか、そこがね、なんか日本では買えるんだけど、うん、本当に向こうで売ってんのかどうかよく分からない。そうそう、なので、まあ、とりあえずちょっと行ってみたいなっていうのが一つあって、うん、あともう一つ ABC ストア38号店、あの、はい、一番大きい ABC ストアで、うん、中であのいろいろテイクアウトの、はい、まあ、食料デリーとかもあるっていうことで、うん、ちょっと覗いてみたいなって思ってて、うん、あとはデュークスマーケット、はい、でまたはデュークスアレイっていうのかな、うん、ここってあの場所的にはこの辺りなんですけど、うん、昔のインターナショナルマーケットプレイス、うん、インタマのなんか一角がここにポコンって残ってるような、ね、出店みたいな、出店みたいな、うん、まあ、ザお土産屋さんみたいなのがわっと並んでるエリアがあって、うん、YouTube か何かで見た時にちょっと私たちが好きそうなテイストだなって思って、で近くにアロハテーブルがあるのかな、確か、うん、そっち方面なんですよ、うん、でこのデュークスアレイを調べていたらデュークスマーケットっていうのも出てきたんですよね、うん、なのでちょっとこの辺り行ったことないので、まあ、一つ行けたらねチェックしてみたいなと、でおなじみのハードロックカフェで新しいピンズを探す、はい、しかもお店入ったことないんだよね、2階とかね、そう2階行ったことないからね、食事するかどうかちょっと分かんないけど、いっぱいやりに行くぐらいはしてみたいなっていう、現地 の、 そのハワイのねハードロックカフェね、そうそう、ギターがねものすごい数あるっていうのは下からこう撮った映像ありましたけど ね ここもね行けたら行きたいなと、うん、そしてスティックスアジアワイキキを散策、うん、
でこれ元ワイキキ横丁と言われてたところで、うん、私たち実は前ここ入ったことはないんですよ、うんうん、1階も、うん、で下に降りてく、ね、あの地下っぽいのかな、はいはいはい、でそこがコロナで1回全部閉じてしまって、うん、でその後リニューアルされてかなりの店舗数のマジア系のお店を中心に入ってるそうなので、もしフラッと立ち寄れたらちょっと雰囲気を見てみたいなっていうのもあって、あとこうお腹がね食べ疲れた時に、うん、もしかしたら和食系のもので食べたいものがあるかもしれないと思って、はいはい、まあ、そういう時は行ってみたいかなと思ってます。そしてワイキキマーケット散策、うんうん、これもねジーノさんの YouTube を見ていたらこの名前が出てきて、ね、ワイキキマーケットってどこかなって調べてみたら、うん、結構お店の雰囲気とか良かったので、ね、あここ知らないなと思って、うん、ここももし近くまで行けて、うん、まあ、覗けそうだったら覗いてみたいなと。テイクアウトだったのかな、だ、まあ、テイクアウトも紹介してたのがね、うん、ジーノさんがね、中で食べられるお店もなんかある、うん、エリアもあるみたいだったんで、まあ、そこも気になってるんですけど、うん、まだまだねこうやって喋ってると あそこも、うん、あここもみたいなことがいっぱいあって、まあ、とてもじゃないけど今回の旅だけでは正直回りきれない、絶対に。なのでこれをどうやって日程に組み込んでいくかっていうのと、まだ現地でもしかしたら会える人がいるかもしれないということで2つほどですね、どうなるかわからない予定があるんですよ。なのでそれの動きによってもちょっと変わってくるので、ね、まだ日程としては決め込まずにやってみたいものを出して、うん、でその日の天気だったり、うん、お互いのノリだったり体調も含めてこの中からチョイスして、まあ、うまいことエリアをね、はい、組んでいけたらいいなと思っています、うん、まあ、やっぱりね体力が続く限りみたいなところもあるから、ね、あるね、で2019年の9月って本当4泊ワイキキのみだったんで、そう、ね、もうなんか倒れてもいいやぐらいな全開な感じで、ね、まあ、実際倒れたしねC2-1 がもう熱中症でやられたっていうのがあったからね、うん、まあ、お昼寝もちょっとね間にかませたりとかしてね、そう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 、楽しかったし、うん、パワフルに回れたから、うん、まあ、本当にこうやり残したことないぐらいな勢いで帰ってきたんですけど、うん、まあ、今回5泊っていうことと、うん、その前にカイルワに行ってるっていうこともあるので、はいはい、まあ、どんなペースで回れるのか、ね、私たちもちょっと多少手探りなところもね、うん、あるんですけど、まあ、全部行きたいとところではあるんで ね、 そうね、ただね、なんか詰め込みすぎちゃうと疲れにいってる感じになっちゃったりするから ね、 ね、ちょっとのんびりこう散策してたら見つけちゃったぐらいの感じのテンションで行きたいなっていう、うんうん、行きたいね、あの癒やすめも実は早速私たちが泊まるパシフィックモナークの下1階にあるんだよね、うんうんうん、だからそこでちょっとね、あなんかお腹がもたれてきたなと思ったら癒やすめもね行ったことないから、うん、おにぎりねそこもいいなって思ってたり、まあ、軽く食べてみたいな、そう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 、なので、まあ、一応これは予定っていうことで、ね、妄想と予定と希望ということで、うん、まあ、ただこのミッションをねとりあえず15個上げてみました、まあ、あと前回とちょっと違うのは、うん、治安の関係もあるから、うんうん、あの朝早く活動して、うん、夜は早めに寝るっていうのを今回癖づけしようかなっていう感覚だね、うん、思ってますね、うん、今までどうしても夜をねあの長く時間取ってることも多かったんで、そうそうそう、まあ、治安面と健康面と両方考えると今回は朝中心かなっていう、そうね、うん、個別のメッセージだったりコメントで、うん、これからハワイに飛びますっていう、はいはいはい、ちょこちょことね、直近であのご連絡いただくことがあって、うん、はいはい、これからホヌで飛びますっていう、うん、まさに飛ぶっていう人からね、うん、コメントいただいたりとか、うん、あのゴールデンウィーク、まあ、やっぱりちらほらと行く人はね、そうね、いますね、向こうで会えたら嬉しいなっていうコメントもありましたし、ね、本当になんかばったり見つけてくれちゃったりしたらすごい楽しいんだけど、うん、まあ多分カイルワでもそうだし、うんうん、ワイキキでも生っぽい放送やったりとかするじゃないですか、うんうんうん、であとあのインスタの方にもやっぱり写真投稿すると思うんですよね、だからインスタの方になんかこうダイレクトメッセージとかがあれば、うん、もしかしたらお互いのスケジュールが合えばちょろっと会える機会ができるかもしれないね、うん、やっぱ旅行ってねお互いこう限られた時間の中で動いてるので、なかなかねこう本当にドンピシャで会えるってことって奇跡みたいなとこあるんですけど、うんうん、もしそういうチャンスがあればね、うん、見かけたらぜひ声かけてください、はい、いやいやでも私たちはあのちょっと健康を本当気をつけてね、うんうん、あのパッキングきちんとして忘れ物ないようにして、はいはい、まあ、無事にまずは無事に飛べるっていうのがもう最大の ね、 そうですね、ミッションではあるので気をつけていきたいなとは思っています。次の放送は生っぽい放送になるのかな、そうだ ね、うん、そうだね、もう成田からね、そうだね、おそらく5月2日、緊張している我々がドーンと出る、はい、ドーンと出れたらちゃんとあ一
けたんだな現場に行って、これから乗れるんだなと、そう、出国手続き終えたんだなっていうのなのか、出国前のチェックイン終わりましたなのか分かんないけど、ちょっと分かんないけど、何かしら出るでしょう、出るでしょうっていう感じだね、ぜひ動画もね楽しみに待っていただけたらと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。 See you again! またどうしよう、どうした、大丈夫、どうしたの